はいどうも、こんにちは、ゆこるです。今回ですね、デュランダルフのスキル上げについて話していこうと思います。まずそもそもデュランダルフって誰やねんっていう話なんですけど、デュランダルフ自体はね、300倍のブレスを持っているキャラクターですね。敵全体に攻撃力かける300倍の光属性攻撃っていうブレスを持っていて、これが今現状無課金とは思えないぐらいね、破格の強さなんですよね。もうこのキャラに勝てるキャラはいないって言ってもいいぐらいの、とんでもないブレスなのに無課金キャラなんですよね。で、これが、ダンジョンでゲットできて、スキルレベルは25上げなんですよね。で、進化させれば継承もできる。で、これトレードとかはできないので、自分で作るしかないっていうね、デュランダルフっていうキャラクターなんですが、今回はこのキャラのね、スキル上げの効率について話していこうと思います。まずデュランダルフ自体はね、超地獄級を周回してルービディオスとかリュービカエデディオスかなで取るのが、まあ、テンプレなんですよね。正直ガンオクラブダンジョンの、2ですね、2の超地獄級をフレンドの方と回ると。まあ、先に1回やってみようか、それを。まずははい、まあね、やってみようと思います。まあ、ちょっと今回、楓だけどね、まあ別に楓とルービーでも問題ありません。まあ、周回遠征の動画に関してはね、概要欄に置いておきますが、普通はね、はい、普通は、ちょっと相手の方楽いけど、はい、こんな感じで、ディオスを使っていくっていうのがまあ、結構使われる周回方法なんですよね。超地獄級をディオスで回る。まあ一応ね、ブレスとかで突破していくっていうのもあるんだけど、そもそもブレスを集めるために回るダンジョンでブレスを使うっていうのがちょっと意味がわからないので、まあ一応ね、今回はそれは省きますが、こんな感じでディオスを使って突破していくっていうのがね、まあ、結構あるあるな突破方法なんですよね。で、これを周回していってデュランダルフを集めると。まあ一回実際まずはクリアしていこうか。ダンジョンにディオスをね、6回使えば突破できるので、ひたすら花火を打っていくだけです。うん。まあ、とにかく花火を打ち続けるだけ。ただまあ正直この周回方法って悪くはないんだけど、まあもちろんね、速度は速い、速度はめちゃくちゃ速いし悪くないんだけど、問題点が1個だけあるんだよね。まあスタミナも25だからめっちゃいいんだけど、まあちょっとあれしようか、まずはクリアしようか。とりあえずその問題点に全てが詰まってるんですよ。はい、ボスですね。で、ディオス使うと、はい、ディオス使って突破するんですけど、これ、ボスが確定ドロップじゃないんで、あ、今回落ちた。ナイス。今回落ちちゃったんだけど、落ちない時が結構あるんですよね、実際。これが落ちない時があるんですよ。ありがとうございました。で、まあ、今回みたいに、毎回調子よく落ちればいいんだけど、意外と半分ぐらいの確率は落ちないと思うんだよね、体感的には。50% ぐらいの確率は落ちない気がするんですよね。ってなると、やっぱり、超地獄級をマルチで周回するのって、効率が悪いんですよね、落ちない可能性があるから。ってなると、そういう時におすすめな方法が一つだけあって、で、ここからが今回の本編になります。デュランダルフを2体以上、まあ、てか2体以上っていうか、こちらの変数なら4体まで、同時にスキル上げしたい方ですね。まあ、デュランダルフ、まあ、デュランダルフの進化後のプルトス装備に関しては、4体ぐらいはね、いても損はありません。全然損しないです。4体ぐらい欲しいところではあります。なんで、今回は、このデュランダルフを4体以上作る方向けにね、おすすめな方法をね、紹介していきます。それがこんな感じ。リーダーシアトですね、シアト。まあ、フレンドか自分のリーダーに2ウェイ武器必須なんだけど、2ウェイ武器つけてもらって、あとは、こんな感じでプルトスを4枚入れる。プルトスは覚醒1に関してはね、スキルブーストなんでつけてます。まあ、どうせ進化後でも使うんでね、覚醒1個に関しては問題ないかなと思います。こんな感じの編成ですね。これが非常に効率がいいと。まあ、理由としては、まあ、実際にやってみようか、とりあえず。まあ、当然ソロモードなんで、こっち行けるんですよね。ガンホンコラボ2、制限時間2分って方。まあ、これによって友情ポイントもね、本当はこっちだったら100ポイントなんだけど、こっちね、100ポイントなんだけど、こっちを行くことによって250ポイント、まあ、150ポイント分多くもらえると。で、フレンドに関しては 2A 武器をつけてるシアトを選んであげてください。もしくは自分側にね、2A 武器つけてあげてください。ということでやっていきましょう。まず1階層ですね、確定で組めます。はい。まずこんな感じでね、水の 2A とキノコ化粧してあげます。これで突破していきます。で、2階層ですね。火の 2way 含む3コンボでもいいですし、火の 2way 含むね。いや、火の 2way と火の1コンボとかでも大丈夫。まあ、ただこんな感じで組めば大丈夫かな。はい、これで火の 2way 含む3コンボで突破していきます。これで OK。で、3階層ですね。で、ここからは欠損したら、シアト使ってあげて大丈夫です。で、ここはね、水の 2way で突破していきます。はい、OK。これで突破ですね。そして4階層。4階層も水の 2way で突破していきますが、ここで水が欠損しているので、シアト使います。はい、こんな感じでね、水の 2way で突破していってください。これで OK。
で、5階層ですね。5階層、水の 2way、火の 2way、どちらでも倒せます。まあ、今回は火の 2way でいいかな。はい、こんな感じで突破できます。2way武器ちゃんとね、つけておいてもらえれば絶対倒せます。で、ラストボスですね。はい、ボスに関しては、まあ、普通にやってもいいし、シェアと使ってもらっても大丈夫。まあ、今回は普通にやって大丈夫かな。はい、こんな感じで 2way 組みながら、攻撃してあげてください。これで突破できます。はい、という感じでクリアしてもらえれば、まあ、運でね、60% ぐらいかな。体感 60% ぐらいで、デランダルフが落ちる。で、かつ、ここで 10% くらいでスキルアップもできる。で、友情ポイント250ポイントもらえるという感じでね、かなりお得に周回できるかなと思います。で、まあ、シェアとの代用としては、マーディとかかな、マーディとかが悪くないと思う。まあ、実際やってみよっか。シェアとの倍率も出るんでね、悪くない代用となってるかなと思いますが、スキルがね、使えないんで、そこだけ注意。で、まず、やっていこう。はい、一層。こんな感じで 2way 組んでいきます。まあ、これで倒せるやろ。何その微妙な耐え方。まあいいや、じゃあこれで突破していきます。まあ、賞味耐久されても問題ない。まあ火も強いにすれば大丈夫かな。はい、で、2階層。で、こことかまでになるから、ちゃんとね、軽く出していきましょう。こんな感じで OK。あ、水消しちゃった。もったいない。まあこれで倒していきますと。はい、で、3階層。水の 2way 組んでいきます。ちょっとね、こっちの変数だとどうしても欠損が怖いかな。シェアとシェアとに対して欠損が少し怖いところではあるけど。まあ、それ以外は問題はないかなって逆に思う。はい、4階層。いいね。まだ水ありますね。強い。まあ、ここら辺で水欠損したらシェアと使ってあげてください。で、色欠損しただったらね、多少盤面でコンボしてあげてね、色読んであげてください。はい、で、こう、そう欠損したんでシェアと使っていきます。で、ここは水残しながら火の2way で突破していきます。窓いるんでね、余裕で倒せます。はい、OK。で、ラスト、水の 2way 組みながら突破していきます。まあ、120秒って意外と長いんでね。はい、最後変換あるんだ。危な。はい、こんな感じで水の 2way で突破していきます。フレンド、紙キラー積んでればね、倒せます。はい、という感じで周回できると思います。まあ、代用としては全然ね、マデューでもいいかなとは思いますが。まあ、少しね、周回速度遅くなるし、安定感も減っちゃうけど、まあ、それに関してはご了承って感じだね。まあ、全然マデューで代用してもらっても大丈夫かなと思います。はい、で、最後にですね、結構メンタルが強い方向けの周回編成として、ガオンコラボの上級ですね。中級はちょっとレアになっちゃうんで、上級で、ボスドロップを狙いつつ、かつ周回するっていう編成になります。まあ、結構、まあ、落ちないことが多いし、スキルレベルも上がりにくいので、まあ、結構メンタル強くないと厳しいところではあるんですが、まあ、実際にやってみようと思います。やっていきましょう。で、同時に関してはひたすら1コンボで OK なんで、そこに関しては早いかな。ただ、超上級回ったらね、スタミナ効率もね、スタミナ効率は上がるけど、友情ポイント稼げるしね。そこら辺に関してはね、超上級の方がいいんじゃないかな、2分固定の方。でも、あっち意外と忙しいっていうのもあるからね、難点として。こんな感じで1コンボしていくと。はい。1コンボつって2コンボしたけど、で、まあ、これで倒していけるんですよね。まあ、一応これでも悪くないと思う。これ倒せるんだけ、軽く。あ、ギリ足りないや。まあ、2パンしよっか。攻撃強化にして、なんかめちゃくちゃ攻撃力上げればいけそうだね。で、まあ、こんな感じでクリアしていく。で、これでボスドロップを狙いつつ、ここでスキルレベルアップを狙うっていう方法もあるんだけど、まあ、上がるのが大体10分の1ぐらいになるんだよね。で、超地獄級回ってる場合は、だいたい 50% ぐらいで、ボスが落ちるから安心感もあるんだけど、こっちに関しては、何も落ちないことが多々あるし、レベルも上がんない、友情ポイントももらえないっていうね。結構メンタル的にきついと思うので、あまりおすすめはできません。断然僕はね、超地獄級回った方がいいかなと思います。まあ、でもいいところとしては、まあ、周回編成用のキャラがいらないってところだよね。デランダルフ5体スキル上げできるってところがいいところかな。はい、一応ね、ちょっと16周っていう中途半端な数だけどしてきました。ちょっとメンテ入っちゃうんで、ここで一旦終わったんですが。はい、まあ16周することによってね、250ポイントかける16だから、4000ポイントかな。4000ポイント友情ポイントもらえるのと、デランダルフに関しては、こんな感じ、16周で、ここから一応観測したので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10体か。まあ大体、8分の5くらいか。まあまあまあ、十分落ちたかなっていう感じではあります。ただ、ダンジョンのスキルレベルアップに関しては、一
1レベルだけ、1レベルだけ上がりました、16回で。そこに関しては渋いよね。だから、そういうところも考えると、やっぱり超上級がね、安定してキャラを集めつつ、スキル上げも狙えると思うんで、ぜひね、参考にして周回してもらえればなと思います。ということで、少しでも参考になったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。